エイリアンビッグキャットはイギリスに現れる未確認動物の一種。ファントムキャット、ブリティッシュビッグキャット EN、ブリティッシュビッグキャッツも D、ビーストとも呼ばれる。1960年代頃から目撃例がたびたび報告されており、写真や映像の記録にも成功している。また、エイリアンビッグ、 キャットと思われる個体の捕獲に成功した記録もあり、馬としては実在する、可能性が非常に高い稀有な存在である。エイリアンビッグキャットは評価、ピューマなどのやや大型な猫か動物に似た外見を持ち、家畜を襲うなど獰猛な気象の生物とされている。目撃団によれば、一般的な家猫と比べて、足が長く、全体的にがっしりした体格だという。なお、イギリスでは、 近代以降これらの特徴に該当する野生動物の生息は確認されていない。また、空気に溶け込むように姿を消す、テレポートを行うなど、超能力らしき能力を持つとする説もある。アビゲイル・タッカーによれば、それはトローブリッジの獣やハーリングベリーの表などの猫科の UFO であり、旧大英帝国の一部大型猫科動物が自然界にいない。 あるいはかつて一度もいたことのない場所で、とりわけよく出現するものである。中井さやかによれば、それは、英国をはじめとするヨーロッパ諸国やカナダ、アメリカ西部などで目撃されているという大型の猫か動物で、ビッグキャットは、トラライオン、ヒョウ、ジャガーなどの、ガオオとなく野生の大型猫を刺し、ピューマなども含めることもあるという。 イギリスのサリー州で1825年から目撃され、1964年の目撃情報では、肩の高さ3フィート、全長5フィートと言われるが、1968年にこれを射殺したとする農民が現れているもののそれの死体は確認されていない、サリーのピューマやロンドンで1963年警官が遭遇したシューターズヒルのチーター。 コーンウォールのボドミンムーアで1980年代から巨大な猫か動物を見た家畜が襲われたという報告が相次ぎ1995年に調査が行われたボドミンムーアの獣、やはりコーンウォールで1970年代から家畜を襲い1983年、地元農家が3ヶ月で羊を100頭以上噛み殺されたと被害を訴えたこともある。 エクスムーアの獣などがいる。その生物について、並木慎一郎は、ビジュアル版馬生態図鑑で、1962年から目撃が急激に増えたまた、馬目撃ファイルで、1995年から目撃事件が増加し始めたと言っている。いずれも、写真を撮った、死体を発見したと言われるものの、口述するピューマを除けば、大型猫のものと識別できるものはなく、 大抵は、被写体は、家猫か、犬、死体は、ペットとして飼われていた中型の山猫で、いわゆる大型猫の捕獲例は、ほぼない。正体については、次のような仮説が立てられている。ありがとうございます。